お塩はお肉の方はお塩があるかと思います。火が強いですのでお肉がすぐに焼けてまいります。ひっくり返していただいて、召し上がるか端に寄せていただきます。その後お野菜を真ん中に寄せていただいて、はい、またお蓋をしていただいてお焼きくださいませ。山形牛のいちごでございます。肉がすごい分厚かった。油が飛びますのでエプロンの方どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。お手伝いいたしましょうか。はい、ありがとうございます。あ、無理だ、ね、無理だ、無理よね。手が上がらないですよね。ここでこういうことされる。鼻伸ばさできるの？あ、大丈夫ですか？すごい自立した女性してる。ここ滑っただけ。でも滑ったね、すごいね。いつひっくり返すんだ？すぐ焼けるって。すぐとは様子見る。あ、すごい、じんじんやってる、じんじんやってる。もうちょっと、私まだ全然ついていけない。じゃあ、閉めまーす。閉めまーす。楽しみだね。やけたかな。熱くない、冷たいんだけど。ね、でもすごいいい匂い、うん、ね。もういける？すぐよ。のりちゃんは火つけるのが一番早かったからいけちゃう。あ、端っこに寄せて、野菜真ん中？野菜真ん中っつった。なんか、お皿に取るか、端っこに寄せて、野菜の真ん中に寄せて、蓋してください。はい。いや。いいかな。最後の中に行ってもナスめっちゃ美味しそう。みたいなところナスが美味らしいって。うん、ひっくり返したらめっちゃ美味しそう。なんかこうやってなんか鉄板じゃなくってこの普通の陶器のお皿の上で焼くのってすごい珍しい。すっごい珍しい。やったことない。なんか旅館とかってさ、紙燃えない紙の器じゃない？お皿じゃない？あ、うん、なんか紙だけど燃えないよみたいな。確かに確かに。真ん中に玉ねぎ置きたいな。肉が刺したらすごい焼きたかった。そうしよう。肉がちょっと行きまーす。どうも。どうも。もう一回行こう。もう一回行こう。よ、全部決まったね。めっちゃ待ちそう。ありますよね。手が滑って。ちょっと強めに。It's really good. I like the medium and I cook
medium and it's perfectly cooked. It's soft and it's delicious.